ナム2015年にようこそ。ユニバースローディオの永井です。で今日は新しいアパロエクスパンデッドというテクノロジーを紹介したいです。アパロエクスパンデッドっていうのは、大きく言えば3つの、エクスパンションがありますね。一つのエクスパンションはエクスパンド用スタジオ、スタジオを拡大するっていうことですよね。そしてこのアパロは今大きく言えば3機種あるんですよね。アパロ、アパロズオコルト、これはオールインワンのマイクプリも DI もデジタルもついてる機器で、次はアパロ16、これはラインを中心にしたスタジオコンソールとかアウトボードいっぱい持ってるお客様のためのユニットと、あと最後にアパロツインですよね。これはホームスタジオ、あとモービルレコーディングのためのユニットなんですけど、この3つのユニットをアパロエクスパンデッドのおかげでマックス4台まで同時に使うことができます、1つのシステムとして。だからこれで今までお客様が望んでた、もう少しプリアンプを増やしたい、やっぱりコントローラー、デスクトップの上にコントローラーが欲しいとか、こういったことが簡単にできるようになりますね。あと今までは UAD2PCIe も Firewire もサンダーボードもそうなんですけど、 MAX が4機器だったんですよね、ライセンスについて。そのライセンスの MAX が6になりました。だから最高のシステムを組みたかったら、アパロ16を4台プラスサンダーボルトオクトを2台追加すれば、64インアウトの 32DSP のシステム、とっても巨大なシステムが組めるようになりました。だからこのエクスパンションによって本当にスタジオを拡大することができますね。次はエクスパンド用サウンドっていうコンセプトなんですけど、今まで UAD はほとんどエンジニアリング、ミキシング、マスタリングを中心にしたプラグインが多かったんですけど、今回のリリースは本当にそのプレイヤー、クリエイター、曲を最後の辺じゃなくて、ミックスとかマスターの時じゃなくて、もう作ってる時からサウンドを作るっていう感じですよね。ようなプラグインがいっぱいライブラリーに増えました。例えば一つはウッドワークスっていうピエゾのピックアップの音をマイクで撮ったようにエクスパンドするプラグインとか、あと日本の有名なアイベネズのチューブスクリーマー、うちの今あるアンプモデルの前に置けるようなペダルエフェクター、その他に例えば新しいアンプ、フリードマンっていうとても高級なスーパーマーシャルと言われてるんですけど、こういったアンプのエミュレーションとか、最後にボーカリストで今ほとんどのレコーディングでどっかで使われてるオートチューンですよね。これもリアルタイムで使えるオートチューン、こういったタイトルがどん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 増えていきます。だからサウンドをエクスパンドするということですよね。で最後にはこんだけのユニット数、チャンネル数、プラグイン数があったら、これをコントロールできなかったらダメなんですよね。だから有利にコントロールできる環境をもう一回考え直して、これが新しいコンソール 2.0 です。そして俺は本当にお客様はこのアパロが出てからのリクエストをアンケートやお客様と会った時に集めたリクエストを本当にまとめて、もう一回コンソールに挑戦しました。ゼロから。そして一つお客様から言われたのは、やっぱりこういったユーティリティソフトですよね。だからインターフェース DAW 以外のソフトっていうのは、もちろん DAW 上に入ってる時には小さくなってほしいって言ってました。だからまずやったのはこの UI 自体を完全に書き直して、とても小さくリサイズングできるようになりました。だからこれ全部閉めて作れば、こんだけのスクリーンでコンソールを小さくできるんですよね。でもこれでもまだモニターのコントロールができて、さらにレコーディングのチャンネルも全て操作できるんですよね。そしてこういった右左のボタンで別のチャンネルもすぐアクセスできるように。だからまずは自分の DAW、 Pro Tools なり Cubase なり Logic なりの邪魔にならないこのリサイザビリティ、あと
コンソールを複数作ることもできます。だから例えば今もう一個のコンソールを作りました。そしてこうやって自分が見たいもの、例えばプリアンプだけ見たい、そしたらこうやってプリアンプのウィンドウもある、オーバービューのウィンドウもある。だからすごいプラグインのようにこういったコンソールセッションを使えるんですね。で今まで通り のコンソールリコールプラグインを対 DAW に挿してたらこの情報も全部その自分が今やってる曲の中に保存することができるんです。これちょっと一回閉めて、あとお客様から大きいリクエストはやっぱりプラグインのハンドリング、プラグインはこんだけいっぱいあるので、まず一つ新しいフィーチャー、ちょっとこれ全部ちょっと一旦閉めますね。このプラスマークを選んだら新しいインサートブラウザーが出ます。でこのブラウザーはまず分かるのはキャテゴリーになってるんですよ。だから全ての UAD プラグインがキャテゴリーされたのですごい探しやすくなりました。だから例えばダイナミックスの1127が欲しかったらって選んで、そして次には例えば API の EQ 入れて、そして最後に例えばモジュレーションのローランドの CE1 を入れますね。でこれで、すごい簡単に入れることができます。あとすごい分かりやすいのはこの絵がありますよね、小さいアイコンが。だから本当に何があるかっていうのがすぐ分かるワングランスで。 あと大きい機能はこのインサートのこのトップのラベルですよね。これをクリックすればこの新しいウィンドウが出てきます。これはチャンネルプリセットっていうんですけど、これで今作ったこの3つのエフェクターを簡単にセーブできるんですよ。これは例えばロックオンって名前つけます。そしたら隣のチャンネルに来たら、あ、ごめんなさい、セーブしなかった。チャンネルでセーブ、ここでロックオンでセーブすれば、隣のチャンネルに行ってロックオンを選べばその同じエフェクトが同じように並びますよね。あとこのドラッグ&ドロップはもう本当に自由自在で、もうクロスチャンネルでもいいし、チャンネルの中でもいいし、そしてこうやって頭よく前の場所のものを下に持っていったりしてくれるんですね。すごいスマートなドラッグ&ドロップですね。あと完全アンドゥ、今やったこと、すみません、今やったことを全部アンドゥリドゥができる。だからすごいスムーズなワークフローになりましたよね。だからインサートハンドリングはもう本当にもうネクストレベルのになりました。あとセンドセクションはこうやって外せるメニューになりました。これによって一つの画面で、例えばこれで右左で動けば簡単にチャンネルを一つの場所ですごい早くエディットできるんですよね。あとショートカットとかもいっぱいあるので、例えばミックスが完成したらコピーすることもすごい簡単です。ここで あと一つ注目してほしいのが一番上ですよね、この新しいナビゲーションバー。だから右左のナビゲーションはこのナビゲーションバーでやるんですけど、これは完全にミーターブリッジになってます。だからここでレベルも何が起こってるかが簡単にワングランスで見れる。そしてあとこの色も意味があるんですよね。この青い色、緑、あと赤、これは一つ一つの今のこのマルチユニットのセットアップのユニットを示してるんですよね。だからまずセッティングに行きます。これ新しいウィンドウで、ここで今つながってるサンダーボルトでつながってるインターフェースのハードが全部ここにまず来るんですよ。でここで一番上のユニット、このアパロンになってるんですけど、この子が今モニターマスター、だからつまりモニターとバス、メインアウトプットのミックスボックスとかを全部ハンドリングしてるユニットなんですけど、このユニットを決めるのはただ一番上だったらいいんですよね。だからこの3つあってアパロ2を持って、この上に持っていったらこの子がモニターマスターになります。しかしモニターマスターが一番働いてるので、一番 DSP が多いものののユニットを置いた方がいいですね、うちのレコメンデーションでは。そしてこれでこれセットアップしてればこのカラーコーディング、今見てたすぐにどこのユニットに IO があるかっていうのがいけますよね。
すごいシンプルで、 あとこの環境をもっとカスタマイズするために新しい機能がいっぱいあるんですけど、この View に行きましたら、ショーハイドインプッツっていうのがあるんですけど、でこれをしたらここにパワーボタンができましたよね、下に。このパワーボタンによって自分がいらないもの、例えばこの A だと、この子たちはいらないですよ。 SPDF も今いらない、あとバーチャルもいいかな。そして終わりってダーンと押せば、ミキサーがまたもう少し小さくなりました。だから使わないものをハイドすることもできる。すごい本当にカスタマイゼーションが随分良くなりましたね。で次はちょっとプリセット、これはすごいエキサイティングで、実は個人的には一番好きな新しい機能なんですけど、簡単にちょっとフリードマンの新しいアンプを出します。ちょっとギター、ここにギターがあるのでギターでちょっと遊びましょう。よいしょ。そして今まで UAD を使ってたお客様だったら分かるんですけど、プリセットのローディングは結構手間がかかってたんです、前は。だからロードするときにプリセットボタンを押してものを開けてロードしないと使えないんですよね、そのサウンドを。そしてそれが嫌いだったらもう一回それを繰り返しなんですけど、この新しいプリセットブラウザーを使えばずっとこれ開いてるんですよ。そしてここで簡単に、フローでこのプリセットをオーディションできるんですよね。だからすごい楽しくなりますね、このワークフローが。あと結構今ちょっとクリーンサウンドにしたので、新しいもう一個のサウンドを今の今回のショーでローンチしたツーブスクリーマーを追加してみましょう。そしてあとツーブスクリーマーはもう本当に普通だったらアンプの前に行きますよね。だからそれも すごいリアルで、まあトゥープスクリーマーから、まあ、フリードマンに行きますよね。そして あとこの一番左側にあるこの点々点々ってなってるボタンは、これは実はスタックっていう機能で、このチャンネルに載ってるプリセットエフェクトをシグナルフロー通りに見えるようになってますね。だからこれでペダルとアンプがセットになりました。で今結構クリーンなさ、トゥープスクリーマー消しますね。こんな感じ。すごいなんかギターリグを使ってる感じですよね。アンプとペダル、こういったコンビネーションがすごい簡単にできる環境になりました。でこれも一旦グレートサウンドになったらプリセットとして保存してまた使い回しができますね、ベストセッションで。だから本当にすごいワークフローがスムーズになりました。あと一番右側に行きましたらマスターセクション、これもまたすごい小さくなって、メインアウトのミーターレゾリューションも本当に化け物のようにでっかくなって、本当にアウトプットに関するレベルはすごいよく分かるように見えますね。あとここに今までのコンソールだったらインサートエフェクトを録音するか録音しないっていう選択は全部にかかってたんですよね。だからオールオンかオールオフしかなかったんですけど、お客様はこれは絶対にチャンネルごとにしたいってずっと注文があったので、これも変えました。だから今まで通りだったらこうやって
チェンジできますよね。だから赤は録音するっていうことですね。このチャンネルにあるあのシグナル の, あのこのインサートの4番目の信号を DAW に送るということなんですけど、あそしてブルーはオフでモニタリングで聞こえるんだけど、 DAW はこの上あのプリアンプのすぐ後の信号が DAW に送られる。でも今 の, あのこのニューシステムでは1つずつボタンがあるので、例えばこの子は録音する、あしかしこの子は録音しないっていうことができます。あと、これはただ楽しいことなんですけど、いろんなこうやってグライドジェスチャーがあるんですよ。今私やってるのはこのボタンを持ちながら行ったら、こうやってオンオフが、本当のコンソールのようにバーッとできるんですよね。ミュートでも同じことができます。こういった、まあ、ちょっと楽しい作業を楽しくするような機能もいっぱい入ってます。 あと右セクションまた戻るんですけど、ここで OX とコントロールルームをこうやって出せるんですけど、ここで QMIX 作ったり、まあ、インサートでリバーブとかディレイとかモニタリング用の部分ですね、入れたりできます。で Q を使えば今 Q アウトプットに行きますね。これはまたテアルオフウィンドウっていうんだけど、外せるウィンドウなんですけど、ここでその Q のソースが、今は Q1 がこのライン34に行ってる。そしてこうやってダイレクトアウトすることもできます。あとヘッドフォンのルーティングも使用できますの で, で今は私複数のアパロがあるので、ここでヘッドフォンもアパロツインのヘッドフォンも使えるようになりました。これでアパロコードがマスターなんですけど、アパロツインのヘッドフォンもアクセスできる、ミックス作るために。だからすごいフレキシブルになりましたね。あと大きいお客様のリクエストは複数のモニターを使いたいと言われたので、オルトモニターっていうシステムを作りました。そしてここでこれはメインのモニターと、あとオルト1かオルト2だから、スピーカーを何セットも組んでできますね。だからすごいこのモニタリングの辺もかなり良くなりました。でこのオルトトリムってあるんですけど、これでこの3つのアウトプットをのレベルをトリミングできるんですよね。だからバランスがモニターの3つのセットがバランスが取れているようにトリムコントロールまでついてます。だから、まあ、見た通りに本当にコントロールはもう抜群にエクスパンドしてますね。だから今年のリリースアパロエクスパンデッドは3月に全てのアパロユーザーに無料ダウンロードでダウンロードして遊んでください。